1806年、キャロリン・バーゲアによるヨハンナとショーペンハウアーの妹、アデーレ・レニュルンベルクにあるヨハンナ・ショーペンハウアーの墓、ヨハンナ・ショーペンハウアーは、ドイツの小説家。当時のドイツでは、かなり有名な女流作家であったが、現在では、哲学者のアルトゥル・ショーペンハウアーの母として、広く知られている。1766年7月9日、ヨハンナ・ショーペンハウアーは、 ダンツヒの名門、トロオジナ家の娘として誕生する。そして18歳の年に20歳以上も年上の裕福な商人、ハインリヒ・フローリス・ショーペンハウアーと結婚し、後の大哲学者となるアルトゥール・ショーペンハウアーを設けた。やがて家族の住んでいた自由都市ダンツヒがプロイセンに占領されると、自由主義者であったハインリヒは、多額の財産を投じて自由都市ハンブルクに移住する。 しかし、多額の財産を失ったことに関して、ヨハンナは不満を感じており、平凡なハインリヒに対して次第に不信感を持つようになった。ハインリヒは息子のアルトゥールを立派な商人に仕立て上げるつもりであり、そのために英語を学ばせるなど尽力した。しかし、アルトゥールは商人になることよりも学者になることを強く望み、しびれを切らしたハインリヒは、 世界旅行の誘惑をアルトゥールにかけ、アルトゥールは商人になることを約束した上で家族で世界旅行に行くことになる。この間にアルトゥールはフランス語など多くの外国語を学び、ハインリヒとヨハンナはそれに満足した。1806年、ハインリヒは橋から落下して死亡する。アルトゥールは正義感の強かった父の死に衝撃を受けたが、若いヨハンナはハインリヒの死後直後に、 アルトゥールを残してバイマルへ従する。もともとヨハンナは楽天的な性格であり、物事をあまり深く考えなかったとともに自己顕示的な性格であったと言われる。イエナ海戦が始まるとヨハンナはアルトゥールに戦争の惨状を綴った手紙を送る。それに対し、アルトゥールはお母様が手紙に書かれているようなことは現実に想像しがたいです。しかし、 そのような苦痛も、いつの日か忘れ去られるのでしょう。記憶を忘却することこそがまさに人間の特質と言えるからです。ティークも、このように言っております。今まさに我々はこれ以上の苦痛があろうものかと点を、仰いで嘆く。しかし、その背後では、未来が我々を嘲笑っている。そう言っておりますと、返事を送っている。アルトゥールが、自身の将来について悶々と悩んでいる中、 ヨハンナはバイマルで羽を伸ばしていた。もともと文才があったヨハンナはドイツ中でその名が知られる女流作家となり、ヨハンボルフガング・フォン・ゲーテやクリストフ・マルティン・ビーランとフリードリヒ・シラー、シュレーゲル兄弟などとも交友があった。特にゲーテとは深い信仰があったと言われる。ゲーテの妻クリスチアーネは正式なゲーテの妻であったが仮想階級の生まれであったため、 上流社会においては、クリスチャーネ・ブルピウスは、招待しないという暗黙の了解が成り立っており、彼女は、どこからも村八分にされていた。しかし、ヨハンナは、ゲーテ様が正式に、ご結婚された方ならば、私の茶会に招いても、何の問題でもないでしょう、と心よく、クリスチャーネとゲーテを招いた。このことでゲーテは、ヨハンナ・ショーペンハワーを心から信用し、 彼女はゲ的にいつでも出入り可能なペルソナグラータになったのである。ハインリヒの死後、アルトゥールとヨハンナはしばらくの間文通を続けていたが、彼から送られる手紙はペシミズムの哲学者さながらでうつうつとしたものが多く、ヨハンナはそれに嫌気がさしていた。やがてヨハンナとアルトゥールが決別すると、以後二人はわずかな手紙のやりとりを除いて一切交流することはなかった。 ヨハンナは家内移住し、直後の1838年4月17日に亡くなったが、アルトゥールはそれに関しても特に感知することはなかった。ありがとうございます。